戻ってきて、いきなり合流して、いきなり出場でした。どうでしょう、試合を終えてみて。正直、まあ、戸惑いはちょっとありましたけど、うん、まあ、戦術の理解の部分もまだ低いと思うし、まあ、コンディションもまだまだやっていくと思うんです。で、まあ、今日よりいいプレーができていくと思います。富樫さんからのこう指示っていうのは どのようなものだったんでしょうか。まあ、やっぱりシステム的な変更もありましたし、まあ、そこでうまくいかなかった部分もあったので、まあ、途中で指示をもらったりして、まあ、修正できたし、まあ、チームのコンセプトとかも伝えられました。まあ、急にほぼこう戦術的なものもない中で入ったっていう感じにしては、アランとのこう絡みとか、南龍二との絡みとかっていうところでは、やっぱりこう感覚、ヴェルディで育ってきたんだなっていうのを感じられたんですけれども、その辺をやってみてどうでした。まあ、一緒にやったことある選手もいましたし、アランとは、まあ、一緒に練習もしたので、まあ、できたと思いますけど、まあ、アランからのパスは、そのしっかりゴールを決められていた場面が、やっぱりそこまでに顔を出せてるっていう部分では、ちょっとこう試合感がっていうふうにはおっしゃってましたけれども、やっぱりパッと出れば戻ってくるものがあるのかなと思うんですが、まあ、まだまだこれからそういう試合感だったり、コンディションを上げていきたいと思います。兄弟での出場、まあ、お兄さんとのっていうのはあったと思いますけど、弟の大輔とはプロでは初めてですよね、でしたけど、まあ、やってみてどうでした。あまり絡みはなかったけれども、まあ、点取って乗ってたので、大輔は良かったし、まあ、他は点取れたら一番良かったんですけど、また次のチャンスやっていきたいと思います。次また、まあ、ちょっとアウェーの九州での試合にはなりますけれども、まあ、自身としてもやっぱり出場を重ねることでこう変わってくる部分もあると思うので、またその辺向けたこう意気込みをまた最後にいただければと。まあ、次は結果とかそういう形でチームに貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。